俳優や歌手としてはもちろんバラエティなどでも活躍しているチャン・グンソクが約4年半ぶりに来日し、6月3日、4日に東京ガーデンシアターにて2022ジャンケウン SUK ファンミーティング We Will Meet Again を開催。2日間で1万2000人以上のファンと感動の再会を果たした。オープニング映像では、入隊からこれまでの空白期に本人が感じていた正直な気持ちがテキストで映し出された。ファンに会えない不安や待っていてくれたファンへの感謝が語られ、客席からはファンのすすり泣く声も。そんな感動的な空気の中、ステージの幕が上がるとグンソクは感慨深そうに会場を埋め尽くすファンの姿を隅々までじっくりと見渡し、ファンのために制作した曲スターを披露。曲の最後にはファンたちがサプライズでお帰りというスローガンを掲げ、グンソクも4年半かかりました。待っていてくれてありがとう。と少し目を潤ませながらも笑顔が溢れた。今回のファンミーティングでは企画の段階からファンたちとのコミュニケーションを何よりも優先したいと熱望していたグンソク。事前にファンクラブやツイッターのハッシュタグを通して募集していたエピソードに沿って、楽しそうにトークを進めた。まだ歓声を上げることはできないため、入場時に配られたハンドクラッパーや両面にイエス、ノーが書かれた紙を使い、グンソクからの質問にもファンたちが答えるなど、会えなかった時間を埋めていくようにコミュニケーションを楽しんだ。久しぶりのステージということもあり初日はすごく緊張していると話していたが、相変わらずの流暢な日本語とトークセンスは健在で、自身の結婚観や韓国で話題となっていたエゴマのハ論争についての見解などファンからの質問にもウィットに富んだ回答で笑いを呼んだ。イベントの終盤では本人が直接書いてきた手紙を朗読。入隊した2018年から除隊、コロナ災いを経てやっとこの場に戻ってくるまでが日記のように時系列順に赤裸々に綴られており、客席では思わず涙を流すファンの姿も多く見られた。最後は今年発売したアルバムブルーミングのリード曲時をかけてをライブ初披露。ファンに会いたい気持ちを込めて直接作詞した歌詞の世界見とも相まって感動的な空気で幕を閉じた。アンコールではライブの定番曲家に帰ろうを披露。感想部分では皆さんの声は全部聞こえているよ。大きな拍手や温かい目線で全部感じるからとファンの気持ちに入れた。最後にはチャン・グンソクが帰る場所を作ってくれてありがとうと幸せをかみしめるように何度も感謝を伝え、次はいつ会えるかなと期待を含ませたままステージを降りた。なお、今回の公演の DVD&フォトブックの発売が決定。6月4日公演を完全収録したメインディスクに加え、3日公演のダイジェストや舞台裏メイキングまで収録したボーナスディスクの DVD 2枚組と A5 サイズの44ページフルカラーフォトブックがセットになった完全保存版アイテム。特典として実際の公演では演出の都合により使われなかった幻のキャノンテープが封入されるほか、セット特典や早期予約特典も用意されている。元スピードスケート選手のイサンファ、小平奈緒選手との写真を公開。5月に奈緒選手の招待で日本に行ってきた。トゥモローバイトゥゲザー、日本初のオフライン公演トゥモロー X トゥゲザーワールドツアー。アクト、ラブシック。インジャパンの開催が決定。9月に大阪&千葉にて。一世代アイドル出身のエンターテインメント会社代表が所属練習生に暴行か。暴露文が登場。投稿者はデビューすることが夢だったが、暴行がトラウマとなり夢を諦めて入隊したという。